東国に立つことはもうない。好きですね、両国。アジャコング倒したい。いい試合を作りたいんですよ、私は。今の鈴木みのるは多分誰よりもハングリーで。覚悟できてるのは。できてるのか。できてるよ。見てくださってる方も喜んでくれてるんじゃないかなって。マジで逃げれないんで。本当に悲しくない。